まずパワーワード人狼とは3つの陣営に分かれて戦う人狼です。うん、3つのチームは赤チーム、青チーム、目立ちたがり屋の3チームです。赤チ青目立ちたがり屋以外の各チームには2人ずついます。目立ちたがり屋、人狼と狂人が1人ずついます。でその人狼と狂人はお互いのことを認知しています。赤チーム、青チーム、目立ちたがり屋に分かれていて、うん、赤チームに人狼と狂人、人狼狂人、青チームにも人狼と狂人がいます。あ、そうなの。目立ちたがり屋は1人です。あー、人狼、あの人狼さんはあのゲームマスターである私からパワーワードが1つ与えられます。赤チームも青チームも別々のパワーワードが与えられます。あ、これ会話のゲームっていうのを先言い忘れてたんですけど、あの会話をしてて相手の人狼を当てるゲームです。相手の人狼を当てるゲームです。村いないんだ。で、そうです、まあ、茶色チームでいいです。で、狂人さんと目立ちたがり屋さんにはパワーワードは与えられないで、赤チーム、はい、人狼さんにはパワーワードが与えられます。はい、パワーワードは必ず発言しなければいけません。パワーワードは会話の中で必ず1回以上発言しないといけません。必ず言わないといけない。発言しなかった時点でそのチームの負けです。まあワードだね、饒舌な人狼だ。で、その後に全員で話、まずゲームマスターがお題を出すんで、うん、そのお題に沿ってその話をしてください。うん、その話し合いの中で必ず人狼さんはパワーワードを1回言ってください。うん、あ、5人、茶色は1人です。そうです、目立ちたがり屋は1人です。目立ちたがり屋さんはパワーワードは与えられないんですけど、釣られたら勝ちです。釣られたら勝ち。まあ、ワンナイト人狼の釣り人みたいな感じですね。うん、そうです。ゴミ一人です。あ、ちょっと黙ってようか。で、そうです。目立ちたがり屋はてるてる坊主です。てるてる坊主です。あ、了解了解。はい。あ、そう。同票になった場合、赤チームと青票になった場合、赤チームと青チームの人狼が同票になったり、もう結局、あの票数がバラバラになってしまったは相手チーム、狂人さんと人狼さんは相談、あ、まあそう、人狼さんが相手のパワーワードを当てたら勝ちです。で、お互い当ててしまったら、まあそれも引き分けなんですけど、で、目立ちたがり屋さんと人狼さんが同票になった場合は、目立ちたがり屋さんの勝ちです。目立ちたがり屋さんの勝ちが優先されます。あげたよ、大丈夫、あげたよ。はーい。プテラさん、はい、あなたは青チームの人狼です。あなたは青チームの人狼です。はい。パワーワードはラビリンスです。お、いいじゃん。ラビリンス。あ、了解です。ラビリンス。チームメンバーは3番のロッテンさんです。あ、了解です。あ、おはようございます。はい。最初のトークテーマは、最初のトークテーマは犬派か猫派か。犬派か猫派か。とりあえずなんか最初の議題があれだと、あの最初喋る人いないとあれなんで、とりあえずどうしようかな、誰にしようかな。じゃあ2番さんから話し始めてください。2番さんから話し始めて。あ、いいね、大丈夫ですかね。2番さんからお願いします。そう、転校してないな。はい。犬派か猫派かっていうところだと思うんですけど、うん、何話せばいいんだ。まあまあまあ、そうですね、うん、これ犬派ですね。結構なんかまあそう、うん、あ、ちょっとこれどのぐらい喋ればいいんですか。適当でいいんじゃないの。なんか話犬派でだしのは流行だしみたいなこと言って他の人に振るみたいなのもありじゃない。あー、なるほど、了解です。僕あの猫のオッドアイっていうのが好きですね。はい。あの2つ目が違うやつ可愛いと思います。3番さんはどう思いますか。あ、そうなんですね。はい。あ、僕か。そうですね。オットアイいいですよね。オットアイね。あの、僕犬派か猫派で言ったら猫カフェとかはちょいちょいね、ちょっと行ったりするんで、すごいいいなって思うんですけど、うん、うん、あ、そうかな。まあ最初はちょっと、うん、回していこうかな。はい、4番さんどうぞ。はいはい。あれ、2番さんのそのオットアイってあれですか？人狼たちの YouTube 配信やってるおっと、アイネコちゃんのことかな。そっちだと思ったね。にゃんにゃん。ちなみに、アケミも猫肌にゃん。うん。アケミは、そうね、キャメルクラッチされたような顔した猫が好きだにゃん。キャメルクラッチ？ホタちゃんどうぞ。
おお、釣られたがりに見せてるかもしれないね。僕は犬派か猫派かって言われたら中国人です。うん、はい、中国人っていうのは、ね。中国人？え？仲裁人、そう。中と中が混じり合って、ね、もうね、たこ焼きの中のたこ焼きですよ、たこ。そう、たこの中の、ね、その中。キャメルクラッチって何？犬派が皮で、猫派がネギ、うん、ネギじゃない、あのタコ、そう間違った、猫派がソース、犬派がはいはい皮、そう皮っていうか生地、はい、そう中に入っている中国人、そうだから犬派と猫派はどっちも好きっていうこと、え、わかったね、僕両方買ってるよ。ね。うん、わかった、わかった。ありがとう。だから、あの犬派か猫派かだったら、ね、中国人ってこと？そう、つまり中国人。わかった、わかった、わかった。僕は中国人。うんうん、わかった。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。ちなみにまあ、犬派か猫派かっつったらまあ犬派なんだけど、犬派っていうさ、あの初ワードを聞いてさ。まあ、思い浮かべるの誰かなって考えたときにさ、やっぱり徳川綱吉かなって思うんだよ。徳川綱吉、将軍ね、あの生類憐れみの霊ってあったじゃん。それでさ、なんか動物好きのさ徳川綱吉が人間、あ、まあ動物殺すんじゃねえよってね話してたのを思い出して、あー、やっぱ偉人は言うことが違えなって思ったね。2番さん、はい、さんまさん回します。あ、ねえねえねえ、6番さんのさ、そのなんだっけ、中国ってのでさ、なんだっけ、あれ知ってる、なんだっけ、東方見聞録じゃなくて東方見聞録じゃなくて東方新規だっけ、知ってる？いや、知らんけど、知らないけど、ちょっとね、あの何、一番さんが言ってた徳が強いなよし、もう徳川綱吉 の話を聞いて思い出した。あのね、踏み絵ってやったじゃん、なんかキリスト教かキリスト、うん、なんかね、踏むとか踏めないとかね、うん、あれね、実はね、犬にもねやらせてたらしいよ。あれ、かじる犬もったらしい。これ本当って、本当にかじ犬がいたらしい。な、うん、じゃあ喋りたいな。あ、二番さん先喋りたい。3番さんどうぞ。あ、いや、ごめんね、僕4番さんのね、その東方神起、そうなのよ、ちょっとね、犬か猫かっていうとちょっと話題きついから変えようかなって思いながら、そうなんだよ、僕4番さんの話で気になったの。そうなんだよね、あの東方神起いいよね。僕ワンピースのあの主題歌歌ってたシャドウワールドかホタテしか喋ってない、うん、すごい、ごめん、すごいにわかなんだけど、すごい好きでね、うん、あの人あれだよね、前方展開とかすごいする人だよねっていうのは、うん、記憶にあるっていうの。はい、二番さんいいよ。あ、前方展開ですか。はい、あ、なるほど。ちょっと困るので、うん、はい、犬の話に戻らさせていただくのですが、はい、うん、江戸時代っていう話がまあさっきありましたよね、うん、一番さん、うん、まあ、僕文学部で、まあ、そういう江戸時代、いや、まあ明治初期のことをまあ研究してるんですけど、うん、南宋里見発見でっていうのが、うん、まあ、友達がその論文テーマにしてて、まあ、それは犬の話でしたね。まあ、結構かわいい、かっこいい、まあ、主人公たちがこう活躍する南宋里見発見、うん、まあ、ぜひ皆さん読んでください。犬好きであれば誰もが好きになります。南宋里見発見でですか。あ、まあ、ちょっとさすがにもう過去の話はいいかなと思って、まあ、現代に戻ると、まあ、最近では東京ちょっと発展しすぎじゃないかなと思ってるんだよね。うん、例えばさ、スカイツリーとかさ、東京スカイツリーね、東京スカイツリーとかさ、めちゃめちゃ高いじゃん。まあ、武蔵って言われてるけど。あとは地下鉄ね。あ、地下鉄とかさ、もう東京の地下鉄まで乗り換え多すぎて、もうちょっとラビリンスって感じだよな。あと、一番僕が東京で好きなのが、たい焼きなんだよね。たい焼き。だからそこら辺の話もちょっと4番さんから聞きたいな。はい、東京といえばたい焼きだよな、4番。
それは消せないな。たい焼きは確かにね、美味しいけど、別に東京と言ったらたい焼きってわけではなくない。だいたい最後にたい焼きっていつ食べてよ。当て身はね、もう、うん、そうだな、まだアテミがアウストラロピテクスの頃ぐらいだからね、もっとメソポタミア文明より前じゃないかな。それぐらいたい焼きは食べてないな。アテミはね、アテミは東京といえばたい焼きって何だからね、超シティガールでね、もう、うん、もうなんだろう、超ロート製薬。え、これわかんなくね普通に。ロート製薬貴様さんどう思う？ロート製薬か。僕どっちかというとね、レディ薬局派なんだよね。いやごめん、会社の仕組みが全然違ったらあれなんです。東京ね、そばとかお寿司とか美味しいよね。すごい好きよ。あのね、ネタの上にね、こうね、いろいろあるよね。あのイタリア寿司とかすごい好き。イタリアのあのね、靴の形してるじゃん、国とかが。もうああいうんとかね、うん、本当にね、好きよ。なんて、どうつなげていったらいいんやろ。そうね、あの、メソポタミアって出たけどね、うん、僕も好きよ。うん、ちょっと、ブラジルとかそっちの方の国も好きかな。はい、2番さんは、他に好きなものとか、東京にまつわって話あるかな。ああ、そうですね、僕、一人暮らししてて、あ、よくパスタを作るんですけどね。うん、アルファベットのパスタってあるじゃないですか。あの ABC って書いてある。アルファベット、ね、それじゃなくて、あのヒエログリフ文字っていう、うん、まあ、あのさっきメソポタミア関係で言うとそうですね、なんかいい感じでこう、まあ、キャッチボールができてるかなと思うんですけど、ヒエログリフ文字っていうのが、はい、僕は好きで、まあ、その文字のパスタをよく食べてます、はい。6番さんは嫌いなものありますか？ヒエログリフ。ちょっと話ちょっと戻すんやけど、あのね、ロート製薬とたい焼きで思い出した、あのね、ロート製薬とたい焼きっていうのはどこから食べるか。俺はね、ケツ、うん、尻尾から食べる。カリカリ、うん、で中で後から、ね、うん、腹クリーム入ってるとこ、うんうん、なぜかというとね、あのケツ、25分までケツから食うと、あのジニアボラギノールっていうのあるじゃん。だからロート製薬で思い出した、ボラギノール。そう、ジニーはボラギノールで、僕はたい焼きの尻尾に塗って食べる。バチクソ重い。これね、バリうまいよ。こう嫌いなもんじゃない、好きなもの。ボラギノールをたい焼きの尻尾に塗って食うの？6番さんって。そうそうそう、ボラギノール食うの。マジ？やばくない？お腹壊しちゃうよ。お腹がコブラツイストしちゃうよ。だから、お腹がコブラツイストしちゃう。ケツに塗るじゃん。うん、うん、だからたい焼きも尻尾に字が抜けて、うん、できてんだよ。だから塗って食べる、うん、あ、タイにうまい、タイにタイの字を治療してあげて食ってるってこと？それはビルトインスタビライザーって感じするわ。さすがに、さすがにそれをする。うん、たい焼きってでもすごい食べるとノスタルジーだよね。これ分かるわけなくない？わかんの、こんなん。ね、うん、そう、回転まんじゅうも好きやな、回転まんじゅう。うん。六番さん、それはあれだよね、お菓子の中の王様って言われてる、あれだよね、大判焼きとか、大判焼きとかね、ひぎり焼きとかと同じ意味でいいんかな、六番さん。うん、多分それでいい。あのね、ハッピーターンね、あの粉あんじゃん、ハッピーターンの粉、甘いか辛いかわからんね。もう美味しいを超えた、おいりー、おいりーだよ、ハッピーターン、おいりー、もう最高。美味しい超えてるかね、おいりーで。ビルトインスタライザーうん、ビルトインスタビライザー、ビルトインスタビライザー、分かってる、言ってる、誰が言った今、3番さん、ちょっとちゃんと分かってから発言してもらっていいかな。ちょっともう一回言ってもらってもいい？じゃあさ、誤解してる。2番さん、ビルドインスタビライザーでしょ。僕響き好きよ、意味は全く覚えてない。なんでインスタ？インスタ、あ、そうそう、インスタってさ、最近なんか英語の表記になったよね。あれめちゃくちゃ分からんよな、俺中国人やから英語は本当分からんわ。あてみ友達いないからインスタとかやってない。それな、ほんとインスタとかマジでアピールするのやめてほしいな。あ、4番さんってプロレス好きなんだ。
腕ひしぎ十字固めとか好き？え？え、腕ひしぎ十字固めってあるよね。あーね、あれちょっとやらしくて好きよ。あ、うん、今日動画ちょうど見たわ。あの水曜日のダウンタウンあるじゃん。あれのね、ナースに手注射されるときにね、腕ひしぎ十字固め抜けられないって言ってみて。あれね、もう仰天だよね。もうね、もうびっくりみたいな。もう超びっくりみたいな。いいよね、たぎっちゃうよね。これ分かんなくない？これマジで分かんないんだけど。あ、ありがとう。みんな面白かった。はい、皆さん。ありがとうございます。次の試合してください。とりあえず26分、あと26分に同時にこの人が人狼だと思うところに、全然わかんないよ。人狼だと思うところに右手に番号を入れてください。2は26分に26分00にお願いします。3でいいわ。3じゃダメだ。3は強靭だから。あ、そう、強靭つったら勝ちなのか。ちょっと長かったか。ちょっと長かったですね。すみませんね。本当に調整ミスです。はい。じゃあ4かな。ちょっと考えてもらって。4いくか。6はもう素晴らしい初心者とは思えない感じでしたね。アウストラロピテクスかな。もう次、俺暗号を注意してみてください。釣られたがりの可能性あるよな。4いく？人狼っぽいのは4だよな。4433344。おっ、34のランだ。やった、3だか3だか、こっちだ。4番さんと3番さんですね。4番さんと3番さんが 4番のあけみさん、3番のロッテンさんが投票になりました。さあ投票結果を見てみましょう。はい、4番さんは人狼です。4番さんは人狼で、3番さんは狂人です。3番さんは狂人なので青チームの勝ちです。青チームの勝ちです。やったー。青チームチケットさんとロッテさんの勝ちです。3番よくやった、ありがとう。1番さん、はい、何でしょう。1番さんが太鼓の狼。あ、僕狼です。ほーら、やっぱそうじゃん。釣られたがり。役職発表します。はい。役職発表。6番さんが目立ちたがり。6番さんのホタテの光さんが目立ちたがり。あ、目立ちたがりやか。そうでしょう、ね。プテラ高橋さんとロッテさんが、あ、プテラ高橋さんがロッテさんが青チームで、プテさんが青の人狼で、ワードは、パワーワードはラビリンス。パワーワードはラビリンス。安倍さん、ラビリンスがパワーワードです。言った言った。いやー、嬉しいわ。え、4番さんは何？アウストラロピテクスかな。うまかったんですよ。4番さんうまかったのは、一番最初に東方見聞録とも言ってるんですよ。あ、東方見聞録は分かんないわ。あの東方神起の下りの時にやった東方見聞録が4番さんのパワーワード。あー、じゃあワードは当てられなかったから、よかった、3、4のランになってくれて。3番さんがナイスだったな。あー、悔しいなー。いや、絶対1番さんだと思った。2番さんがさ、結構なにてるてるっぽく振る舞ってくれてたから、ワンチャンないかなとか思ってたんだけどなー。6番さん目立ってたから、この人は僕ね、4が人狼で6が狂人かなって思ってたから、やっぱなんか人狼心理であんまり喋りたくないっていう風に装って前方展開をちょこっと混ぜただけで、他は話が上手くなくてね、1番さん助けられたから。ロッテさんすげえな、この短期間でそんな戦略まで考えてたのがすげえな。でもあ、そうだね、2番さんは強靭かなって思ったな。うん、なんかワードが少なかったもんね。いやー、南宗里見百賢伝とヒエログリフに思いをかけたんだいや、なんかあれだよね、割と他から与えられた話題で突っ走るとそれはもう便乗ワードだなって思うよね。僕はもう東京の話題に戻すぐらいしか、なんか地下鉄ラビリンスしかもう言うことなかったからあれだったけど、4番さんの東方あれはなんとかはもう全く紛れてたと思うな。うまかった。ほんと、ちなみに何だと思いました、私のワード。一回さ、アウストラロピテクスって言わなかった？あ、言った言った。それかなと思った。それあんま関係ないワードだったから、いきなりぶち込んできたから、ああそれかなと思った。
私ね、プテさんね、生類憐れみの霊かと思ったんですよ。まさかラビリンスの方だと思わなかったな。そうだね。はい、ありがとうございました。面白かったです。まあ、ちょっとこの辺で今日は終わりにしておきます。またやりましょう。はい。はい、ありがとうございました。最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録と高評価もぜひお願いします。このチャンネルでは主に人狼ゲームのプレイ動画を公開してます。サブチャンネルではストーリー性のあるゲームを毎日投稿しているので、そちらもぜひ見てくれると嬉しいです。ではまた。